皇后杯 JFA 第42回全日本女子サッカー選手権大会は2020年11月28日から12月29日にかけて開催された皇后杯 JFA 全日本女子サッカー選手権大会である。2019年のなでしこリーグ1部2部所属の全20チームと各地域の予選を勝ち上がった28チームの K48 チームが本大会に出場する。ジャパンサッカーカレッジレディース VFC10 文字、ベントスアンジュビオレ広島 VFC、今治レディース聖和学園高校 V 福岡、JI クラスディオスサイズも FCV 大阪学芸、高校流通経済大学 V ノルディア北海道、大小学園高校 V 全ホレン琉球デーゴスナ、ラブリッジ名古屋 V 日の、 本学園高校 AC 長野パルセロ、レディース VJFA アカデミー福島日テレ、東京ベルディメニーナ V ビアティン30レディース、早稲田大学 V 岡山ユノゴーベル群馬 FC、ホワイトスター V バニーズ京都 SC 岡山県、作業高校 V 北海道リラコンサドーレスペランツァ、大阪高槻 V 上村学園高等部、日体大フィールズ、横浜 V ニーガ大量福祉大学神奈川大学、 V 富士枝順心高校筑波大学 V 静岡州、アスレジーナ浦和レッズレディース VFC10 文字、ベントス大和シルフィード VFC 今治レディース、ジェフユナイテッド市原、千葉レディース V 福岡 JI クラス、伊賀 FC 区の市、三重 V リオスサイズも FC イナックコーレオネッサ V、ノルディア北海道オルカ、鴨川 FCV 大小学園高校アルビレックス新潟レディース V、 ナラブリッジ名古屋日発横浜 FC、シーガルズ VAC 長野パルセーロレディース日テレ、東京ベルディベルエザ V ヒテレ、東京ベルディメニーナ AS ハリマールビオン、V ワセ田大学のジマステラ神奈川相模原 V 群馬、FC ホワイトスター、愛媛 FC レディース V 岡山県、作用高校セレッソ大阪海レディース V スペランツァ、大阪高槻チフレ AS エルフエン埼玉 V 日体大フィールズ、 横浜マイナビベガルタ仙台レディース V 神奈川大学、スフィーダ世田谷 FCV 静岡シュアスレジーナ、浦和レッズレディース V ダイバーシルフィードジェフユナイテッド、市原、千葉レディース V 外 FC 区の一ミエイナック神戸、レオネスサブイオルカ、鴨川 FC アルビレックス新潟レディース V 日発、横浜 FC、シーガルズ日テレ、東京ベルディベルエザ VAS、ハリマールピオンのジマステラ神奈川相模原、 V. 愛媛 FC、レディースセレッソ大反海レディース V 1フレーエース、エルフエン埼玉マ,マイナビベガルタ仙台レディース V、スフィーダセタガヤ FC、浦和レッズレディース V、ジェフユナイテッド市原、千葉レディースイナック神戸レオーネッサ V アルビレックス新潟レディースニッテレ、東京ベルディベレーザ V ノジマステラ神奈川、相模原セレッソ、大反海レディース V マイナビベガルタ仙台レディース、 浦和レッズレディース V アルビレックスに E 型、レディースにテレ、東京ベルディベレーザ V マイナビベガルタ仙台レディース、浦和レッズレディース V ヒ、テレ、東京ベルディベレーザ。ありがとうございます。